はい、どうもみなさんこんにちは。あのね、とうとうやっちゃいましたよ、僕。自分のアカウントがバンされました、YouTube に。マジですよ。で、どんなチャンネルかっていうと、僕実は他にもチャンネル運営してるんですよ。これだけじゃなくて、他のなんか、まあ趣味とか歌とかで、まあもちろんここではもう言わないし、言ったこともないんですけど、一つその中の一つに自分の子供の育児記録みたいなのを YouTube に動画アップしてたんです。それは本当にただ自分のアーカイブとして、なんかこんなこともあったよなって、例えば携帯落っことしちゃった時に全部ムービーなくなっちゃったって悲しいじゃないですか。そういう時のために全部保存してるんですよね、サーバーに YouTube の。でその中に僕が昨日アップしたものがあって、今その自分家の長男、自分の子供がデベソがこう出てるんで、そのお風呂に入れてる時にね、あ、へそが出てるねっていうので記録で残そうと思ってそれをアップしたんですよ。そしたら今日一発でバーンバーンされたんですよ。こんな感じでね。なんで、その原因について調べたんですよ。 YouTube ってどんな時に赤バンすんのかなって。そしたら、まあ例えば暴力的なものとか直接的な性的表現とか、そういうのあるんですよ。有害なコンテンツとかね。まああと著作権はもう顕著ですよね。例えばその人が作った音楽を無断で使うとか、肖像権とか、そういうのもあるんですけど、僕このチャンネルで今までバンされてないんで結構大丈夫なのかなと思ったけど、一回警告食らってるんですよ。っていうのは、自分が昔ちょっとモニタリングっていう番組に出演した時の話、なんかそんなのを載せてたら、多分それが引っかかって警告で、なんかそれは半年ぐらい経つと元通りに戻るとか、なんかそれぞれそのペナルティがあるんですよ。で僕が受けたのはさっきの言ったやつ で今回は一撃バンだったんで、何がそんなダメだったのか調べたんですね。そしたらどうやらこのポリシーに違反する行為っていうのに当たったみたいなんですよ。じゃあポリシーって何なの？例えばまあね、その宗教とか性別年齢とか軍事経験、なんかいろいろあるんですよね。人種とか人種的なこととか。ほんで結構これがかなり曖昧らしくて、というのもなんでダメだかっていうと、僕のその子供のおティンティンが映っちゃってたわけですよ。でそれじゃあチンチンが映っちゃったらダメなのかって思っていろいろ調べたんですよ。そしたら他のやつもおむつのほら、おむつ交換の方法とか調べたら金玉映ってるんですよ。普通に赤ちゃんの、まあ、乳児ね、新生児の金玉映ってて、なんでこれダメだ、俺のダメなんだよ。別にやらしいもんでもなんでもないし、ただそのね、子供の成長を見守る親のね、チャンネルなのに。で他にも動画あったけど、まあ裸で直接的にその下半身が見えてるのはなかったけど、僕そのアップした時に下半身が映ってるって意識なかったんですよ。じゃあ他のはどうなんだと思って見たら、やっぱ結局あれ AI 判断だから、そのね、下腹部が映ってるとか、そういう直接的なものが映ってるかどうかっていうのを AI で判断してるらしいんだけど、なんだっけ、ブレストフィーリングって知ってます？お母さんの授乳、あれ普通に英語で調べるとおっぱい出てくるんですよ、 YouTube でも。それは教育の一環として OK。 じゃあ俺が今回食べたのは何が問題だったんだよ、 YouTube この野郎。俺これ見てんのか、うん、YouTube の野郎や、ってちょっと思っちゃったわけ。いやだからそのみんなにね、気をつけてほしいのが、全然悪意のなくこういうことでもバンされるんだってことですよ。怖いよね。いやだからさ、俺も今こうやって宣戦布告しちゃってるからさ、ね、これのチャンネルが消されたら、まあ YouTube に、まあ、消されたんだなって思ってほしいんですけど、まあ、そんなことがありましたということです。どうですか、気持ちいいですか？で今まで僕がやってきたその動画の中で、音楽的なことで、警告とかも、警告っていうか、そのこれ著作権に関してるから収益化できないよとか、そういうのはあるんですけど、僕もともと収益化できるチャンネルじゃないんで全然いいんですけど、他にもね、そういう意識してなくても、例えばエッチな表現をしちゃった女の子とかもバンされたりとか、結構有名な人たちでもね、バンされてる人もいっぱいいるので、そういう人たちを参考にして、どうしたらバンされないかな、でこれは OK かなとかっていう見極めをした方がいいかもしれないです。ただそのさっきも言ったように AI の曖昧なラインで
OK か NG かってやってるので、そこも見極めがねちょっと必要だと思うんですけど、赤ちゃんのチンチンもダメっていうことが分かったので、それだけ今日は覚えてください。それではまたお会いしましょう。アディオス。